で毎日朝晩あの発酵作業するんですけど、真ん中に芯があってその周りに皮がついてるんで、その皮を発酵させて、で剥いてカスを削ぎ落としたものは精麻っていう、まあいわゆる糸となるわけです。その真ん中の芯っていうのは小柄って言って、今はこう白川郷の茅葺きの下、茅の下に入っていったりします。はい、あの伝統的なものにいろいろ使われてるんですけど、横綱さんのこの綱ですね、横綱ですね、に使われたりします。相撲も大好きなんで、最終的には横綱の綱を作れるようにはなりたいなと思います。